マリオシリーズスーパープリンセスピーチスーパープリンセスピーチは2005年10月20日にニンテンドが発売したニンテンド DS 用ゲームソフトジャンルはアクションゲームマリオシリーズの一つで公式に発売されたものとしては初のピーチ姫が主役の作品であるスーパーマリオブラザーズなど従来のシリーズとは逆に クッパにさらわれたマリオルイージキノピオをピーチが救うため冒険するキノコ王国から少し離れた場所にある島キドアイラック島その島に伝わる感情を操ると言われるキドアイラックの杖をクッパ軍団が手に入れそれを利用してキノコ王国に乗り込みピーチ姫より先に邪魔なマリオたちを捕らえたちょうど散歩に出ていたピーチは 無事だったが、城に戻って、事件を知り、いつも助けられていることもあり、マリオたちを救う決意をする。そして、木のーから受け取った、言葉を話す不思議なかさ、カサを相棒に冒険に旅立った。敵キャラクターにも、気、怒、愛、楽の感情を表したものがおり、それぞれ行動パターンが違う。詳細は、マリオシリーズのキャラクター一覧スーパープリンセスピーチ、参照。 気分には、気、と愛、楽の4つあり、タッチスクリーンにある4つの気分のアイコンをタッチすると、ピーチの気度愛楽パワーが発動する。気度愛楽パワーにはゲージがあり、クリスタルを取ったり、カッサーが敵キャラクターを食べたりすることで回復する。ステージ内のアイテムを取ったり、コインを集めて、キノピオの店で買うことで、タッチスクリーンやマイクを使ったミニゲーム、 ジグソーパズル、音楽室などが楽しめる。ありがとうございます。